皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客を劇的に楽にする短期と中期を同時に運営するコツとは、ということについてお話をしてみたいと思います。まずですね、教室の集客っていうのは、ツールベースでいうと SNS のツールとかいろいろあるんですけれども、そもそもツールはツールなので、長期的にどういう視点に立って、その自分の教室を運営していきたいかによって本来は使うツールも違ってくるっていうのが、本来的な考え方なんですよね。で、私の基本的な根幹にあるイメージっていうのは、自動集客っていうことなので、毎年毎年集客が楽になる風に仕込んでいくっていう、それをやるので初年度が一番大変っていう作り方をするんですけれども、それをやるにしてもですね、中長期のプランと短期的なプランというのが2段階で積み上げた状態で動いていかないと、長期プランばっかり見てやってるとですね、いつまでたっても芽が出ないみたいにして焦りとか、あと実質的な、部分でいうと本当にお金が入らないから困るみたいな、そういう状態とかも引き起こしてしまうので、特にその中長期をやっていく上では短期も同時にやりましょうっていうことなんですけど、大抵教室の先生は短期だけをやってる人が多いので、永遠に短期になっちゃうんですよね。短期プラン、要はその時だけしのげればいいみたいなプランに本人が望んでなくてもなっちゃう仕込みを組んでる人が多いっていうことです。例を挙げると、単発レッスン、これはもう本当に短期的、イベントがいい内容だったら人集まるけど、そうでもなければ全然来ないとか、あとはちょっと種類違うけど口コミとかもその一種です。自分でコントロールできないものはもうほぼ棚ぼた的な要素なので、入ったらラッキーで、それを売上数字にカウントしちゃいけないぐらいの勢いです。私は私のクライアントさんにそう言ってます。紹介ベースのは自分の実力、もちろん自分の実力じゃないんだよっていうことは言ってるんですけど、その人が誠心誠意ある人を満足させたから、その人が紹介はしてくれてるんですけど、紹介ってコントロールできないので、コントロールできないものは数字外として考える組み方をしないと、紹介だけで十何年教室が運営できてるっていうのは本当素晴らしいんですけど、逆に言うと自分でコントロールできてないっていうことは、いつ何があってもおかしくないっていうものに頼ってるんですよっていうことを、紹介だけでやってきた人とかは自覚してほしいんですね。なので今日はちょっとその2つの方向をどうやって運営したらいいのっていうコツをちょっとお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、ではね、本題に入ります。まずその口コミだけだと何が悪いのかっていう話なんですけど、これは実際に起こりうるエピソードなんですけれどもね、やはり自分以外のところでの誰かが紹介してくれてるっていうことは、その紹介者との縁が切れたり仲悪くなったら、それ以上のもう紹介は見込めないですよね。で、同時にその塊で来ているグループリーダーみたいな人と仲がいいから入ってくるっていうと、その人と縁が切れたらやっぱりそれも終わりだし、で、例えば社会情勢とかが変わったりとか、その教室の内容が紹介をしてくれようとする相手の人のニーズに合ってこない教室になっちゃっているのに、ご自身がそれを変えずにずっとやっていることによって紹介されなくなるとかということで、基本紹介はコントロールができないっていうことを知った方がいいので、紹介 100% でやってますっていう方っていうのは、割とそれを誇りに思う方も多くて、確かにすごいんですけど、自分でコントロールできてないっていうことはビジネスをやってないのにほとんど等しい。だから自分で売上を立てられてないっていうことは、売上高がゼロとほぼ等しいっていうことになります。実際にそれが20万30万100万上がっていたとしても、誰かがそうしてくれてるからそうなってるっていうだけの作り方の人は、本当に自分で自力でどうにかできるっていう方法を今からでも遅くないのでやった方がいいです。自力でできるということは、自分でちゃんと予測を立てて目標値を作って、その目標に合わせるようにいろんな手段を使って
集客をしていくって、この一連のフローができてれば、小さい目標を大きくするときにそれを倍にしていく、大きくするとかっていう作り方をしていけばいいだけなので、小さいものをまずできるっていうことが大事になってきます。ですから本当に危うくって、数年間例えばもう口コミばっかりずっとやってきて、まあ、あぐらをかくっていうわけじゃないんでしょうけれども、本人も無自覚で集まってくるから危機も感じてないから何もやってないっていう人は、数年後にもう本当に人が来なくなる、要は周りが頑張ってるからです。だからそこに行かなくなる、露出度が減るからですね、口コミだけでやってるから。なのでそれを脱却転換、要は仕組み化しましょうねっていうのが、まあ、一番大きなテーマなんですね。だから、往々にして口コミとかでうまくいってた先生はウェブのページとかを持ってないとか、そもそも集客の仕組みも分かっていないから、いざ人が来なくなった時に何からやっていいか分からないというケースも当然あります。だからよく数年前まではね、キャンセル待ちの教室とかっていうので、そこでもう行こうと思った人が諦めちゃってた教室がもうそこで人が去ってっちゃってるんですよね、残念なことに。でキャンセル待ちの教室であるっていう誇らしいことはいいんですけれども、本来だったらそこで次に入るかもしれない人をちゃんと育てて育成してプールしておく場所を作るべきだったんですよね。でそれをやってないで、ただただ満席です、満席ですって言って断ってた教室は、大概衰退してるケースとかが多かったりしています。だからそれってね、すごくね残念な感じなんで、世の中の状況が変わると本当に人の状況っていうのは変わっていってしまうので、それをきちんとこなしてできるような体制作りをした方がいいということです。じゃあ例えばその短期的なものとかにね頼るっていうことを少しでも少なくしていくために、中長期の戦略もどう練ったらいいのかっていうことを、まあ、これからお伝えしていくんですけれども、まず短期のプランっていうのは、一番短期はイベントレッスンとか単発レッスン、これはもう短期ですよね。これはキャッチーなものを作ったりとか、その時の流行りのものを取り入れたりとかすることで、まあ、売上が上がっちゃったりすることはあります、まあ、いわゆる例えばハロウィンのイベントレッスンとか毎年来ますけど、まあ、そういうちょっと特別なイベントと絡めて人が来る。でこれは長く続く人を出会うきっかけにもなるけれども、単発だけが好きっていう人もまあ世の中結構多いので、そういう人を集めるとその後は続かない、その時だけ忙しいっていう、まあ、そういう講座を組むケースが多いんですね。でそうすると、じゃあ単発レッスンを集めるにしても、中長期的にちゃんと組んで単発レッスン組む方は楽なんですよ、集客が。例えばメルマガ読者がいるとか LINE の登録者がいる中に単発レッスンやるよっていうふうに言うと、パッと申し込みが入るので、そもそも興味があるっていう人がそこにいるっていう状態で告知をするのと、全くわけも分からずインスタグラムとかにとりあえず画像を上げてこんなのをやりますとか、フォロワーがまだね3000とか5000とか1万とかいればまだいいです。数百、300とか400とかのフォロワーレベルだと、ポンとある特定の日付に対してある特定のレッスンを募集かけるっていうのは難易度がすごく高い。でそれと同じようなことを例えばブログで書いてみたとか、あとは単発的にお知らせする、まあ Facebook ですね、そんなのでしてみたとかっていうのって、普段から付き合いがある人ではないので、じゃあ行こうかっていうことにはなかなかなりにくい、よほどすごいレッスンでないと。となると、そればっかりをやってる人っていうのは非常に辛いので、まず中長期の戦略っていうことで考えた場合には、たとえ単発レッスンを募集したかったとしても、 LINE とかメルマガとか関係性が少しでもつながってる人とつながっておいて、そこにイベントをお伝えするっていう、やっぱこの方法でやる癖をつけておかないと、ずっと単発レッスンをやみくもに銃を乱射するのとほぼ変わらない状態で、当たったらラッキーぐらいな感じになります。だから当たる確率を増やすためには、そこに自分の講座に興味を持っている人っていうのはあらかじめ集めておく必要があって、これが普段からの発信ですね。
メルマガの発信ももちろんそうですし、ブログとかあとは動画とかそんなのも、探してもらえて、そこにいてっていう、見てもらいやすい媒体の一個です。ただし、まあ近い距離感で言うと、メルマガとかがよく読んでもらってる方は濃い層の読者なので、成約率がおのずと高くなります。あと同時に外から来る検索で探してくる人も当然成約率が高いです。なぜかというと、探して困っててたどり着く人だから、解決できる答えがそこにあれば当然それが申し込みになります。だからそういう意味では成約率が高いです。で、あとホームページの内部調整とか、まあ、SEO 対策って呼ばれるのは地道な中長期戦略になります。ホームページって出来上がったら終わりなのではなくて、そこから手入れがずっと始まるんですよ。で、その手入れっていうのは、キーワード検索で探してもらえるようにとか、訪れた人がそこからなかなか離れないでずっと読んでこられる仕組み作りとか、まあ、動画とかも入れるとすごい効果的なんですけどね。なので、引きつけて離さないようなページを地道に地道に改変を繰り返しながら作っていく必要があるので、この手入れはずっと続くんですよ。だから毎日やらなくてもいいんです。例えば1ヶ月に1遍ぐらい、あ、ちょっとここ修正しておこうかなっていうのを手を入れるとか、それで少しずつ少しずつ。私がよくやってるのは、最初に立ち上げるときかなり調べていろんなものとかを、リサーチした状態でそこに入れ込むので、もちろんそれはそれである程度出来上がったものにはなってるんですけど、追加で入れていく時っていうのはお客様から問い合わせが来た時です。お客様から問い合わせ来たのだと、大抵ページには書いてあったりするんですよ。もちろんない時もあるんですけど、で、例えばじゃあ書いてある場合、これどれそれのなんかアクセスがとかって言われると、地図載っけてるのにとかじゃなくてですね、あ、そこが分かりにくかったんだって理解すると、じゃあもっと地図を大きくしようとか、最寄り駅の駅名もっと大きく書いとこうとか、不安に思ってから問い合わせが来るんです。で、問い合わせが来る人は来るだけマシなんですよ。普通は問い合わせもしないで去っていくっていうのが普通なので、問い合わせが来たらありがたいと思って修正かけます。で、修正かけるので、例えばそれがまた違うところで、これこれのコースの日程っていうのは私入れないんですけど、違う日はないですかとかって言われた時とかには、あ、そっか、入りたいけど日付が合わない人はそういう問い合わせしてくるんだな、ということは、日付が合わない場合には、コースを別立てを立てることもできるかもしれませんので、お気軽に一度お問い合わせくださいっていう文章を入れることにしました。そしたら、お問い合わせが入れないけど、その日は入れないけど違う時に行きたいですっていう声が増えたりとかですね。もう何か質問があるたびにホームページを修正してました。そのうち質問が少なくなるんですけどね。まあ、それでも質問がある時とかはありますので、私の場合には音声でお答えとかしているんですけれども、質問があるものをどん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 修正していく。だからホームページを自動的に見てもらって、自動的に申し込みが入るように作っていくっていうのはずっと続く作業で、このメンテナンスをやってるかやってないかっていうことなんですよね。だから中長期っていうと、なんかものすごくこう壮大なことをやらないと中長期の目標にならないと思ってる方多いと思うんですけど、逆で中長期をやるためにはゴールはもちろんある程度決めますよ。例えば私で言うと、ブログを年間200書くとか、 YouTube1000 上げるとかで、それ中長期のためにやってることです。なので、それをやるために月々これぐらいの量の発信必要だよねとかいうふうに計算をして、淡々とこなす。だから、だいたい中長期目標を達成するためには淡々とこなすっていうのが、だいたい作業としてセットになってくるので、皆さんが大抵やりません。大抵やらないとどういう現象が起こるかっていうと、一生懸命集客をかけなくても周りがバタバタと落ちていくので、結局目立つことになるんですよ。だから最強の戦略は継続かなぐらいに私思っていて、何年も同じことをきちんと、時代のニーズは取り入れるんですよ。取り入れるんだけど、人がどんどん辞めていく時に、辞めずに続けられてるっていうだけで信頼されて評価されます。
だから中長期っていうのは案外みんなができない、だからやると目立つっていう、非常にこう、なんていうんですかね 根性みたいな感じの状態なんですけど、中長期っていうのは大概コツコツシリーズが多いです。ただゴールは設定して、ゴールから逆算してコツコツしないといけない。だから突発的に大量投稿とかするんじゃなくて、地道に大量投稿していくとか、そういうのが必要になってくるのが中長期の運営どころになります。でさらに言うと、やはり手元のコミュニティですね、ファン作りを多くやっておくと、その人たちはそこにいて、いつでも、あなたの商品とかを、好きなものを買いたいと思って待ってくれてる人なので、いい商品ができたらお知らせすればいいだけです。お知らせすると申し込みが入ります。だからコミュニティ作りが結構ポイントになってくるので、そのコミュニティに入ってもらう人を探すために、興味を持ってもらう人を引き寄せるためにブログとか動画が必要になって、その人たちを滞留してもらう場に LINE とかメルマガが必要になって、でそこに作った皆さんが喜ぶイベントとかレッスンとかをポンと投下するだけなんで、また逆に言うと、もっと面白いのが、自分が作らなくても声で講座を作ればいいだけっていう状態にもなってきます。そこにいる人たちが欲しがるものを言ってくるので、こういう講座ないですか、こういうレッスンないですか、でじゃあ数人いるのかな、あと何人かいたら開講しますって言うと、パタパタパタって手が上がる。手が上がったら講座を作ればいいだけで、手が上がらなかったら作らなくてはいいっていう、そういう状態もコミュニティの人数を結構多めに作っておくことができると、それができるようになります。はい。ですから結構ですね、その仕組み作りにお時間がかかります。だから短期的に人を集めながら収益は確保しつつ、長期案件をじっくりゆっくりやると、これをやらない人が多いんです。教室の先生って短期ばかりの人が多いんです。中長期を頑張ると、それだけで短期を頑張って追っかけなくてよくなるので、長期的に集客が安定するっていう状況を作ることができるので、どこの段階で中長期を作ろう、仕組みを作ろうと決意するかっていうのがポイントになってきます。はい。ということで本日のまとめです。教室集客を劇的に楽にする短期と中長期を同時に運営するコツとは、というお話なんですけれども、コツは、中長期、長期的な目標から現在やる行動を割り出して、その行動を継続的に淡々とこなす。これがコツになります。地味だなって思うかもしれませんけど、地味な戦略最強です。なぜならできない人が多いから、できるだけで注目される、だったらやればいいよね、という、それだけのお話になります。はい、以上になりますので、ご参考に。それでは。